キケシネ氏はアルゼンチンのギタリストである。南アメリカで最も重要なギタリストの一人とみなされている。彼の音楽はタンゴ、フォークロア、カンドンベに基づいている。その音楽はクラシック音楽とワールドミュージック、即興演奏、ジャズをとても個性的なスタイルで組み合わせている。彼のお気に入りの楽器はナナゲンスパニッシュギターとチャランゴである。彼は アーティストとしてのキャリアを開始し、レーシスなどのグループを結成し、ウルグアイのミュージシャンでアルベト・サトラグに、マドレアとミカ、ペドロ・アスナール、モノ・フォンタナと活動した。1999年以来、彼は定期的に、サックス奏者のチャーリー・マリアーノ、ジャズ・ベーシストのディーター・イルグとデュオを組んでおり、よく彼ら3人でトリオを結成している。また、南北、アメリカ及び、 ヨーロッパ諸国におけるプロジェクトや演奏も数多く行っている。彼の妹は女性グループ、ビツがいい、イハスでロッケインロールのメンバーであるロッカーのクラウディア・メイベル・シネシ。ありがとうございます。